けでございます。今日というかこちら、もし食べ物が美味しければ美味しいほど強く光る世界だったら2分間スタートです。暗闇に置いたらさぞかしお腹が光るんだろうなと思ったら全然光らなかったから、本邪魔しとった石塚は美味しいものを食べていない。パラドクスだ。ずるいんですけど、味の素が光るだけの粉末を買います。味とは関係なく美味しそうに見えるっていうのが。はい、パラドックスさん、あのくら寿司の鮮度くんのここから光が漏れている。ジャスミンさん、海の家が汚くぼんやり光ってる。美味しさはある。残り30秒。パラドックスさん、セブンイレブンのお弁当が底上げされて光っている。シルエットがくっきり見えるから容器で。ジャスミンさん、ポカリが光ってて、ポカリすごいよね。今時間切れました。パラドックスさんで最後に。パラドックスさん、あのそれでもタピオカは黒いままでした。では次の問題です。次の問題はこちら、秋杉全財産に住まれた校長先生の朝礼での話です。秋杉全財産に住まれた校長先生の朝礼での話です。スタートです。はい、さん、まさにね、反面教師ということで。お前は何か、まあ、生徒何が何だか分かってないからね。ジャスミさん、おはようございます。まあ、私は全然おはようって感じではないんです。夜のまま、まだ夜のまま。気持ちが。はい、プラスさん、今日はね、すいません、あのちょっと警察とか行くんでこのお話ちょっと短めにさせていただきます。先生、実はこの長さコントロールできたんです。好きで長くしゃべってた。ジャスミンさん、ということで、あ、おい、そこ死後やめなさい。おい、死後やめろったら、おい、あなたを疑いますよ。パラドクスさん。先生、空き巣に入られました。まず、全員目をつぶってください。残り15秒。まあ、そうですね、時間切った時にペンが動いてるかを見てみましょう。お4、3、2、1。パラドックさん、あのね、もう今日ね、文化部とかやってんのよ、本当に。はい、というわけで、さあ、このような話題ありますパラドックさんの面白かったという方、拍手を送ってください。